はい、どうも、レジャー木村です。この書いてある通りです。これは事実です。PCR 検査を受けてきました。まあ、多分ね、ニュースでよくさ、PCR って一言で、まあ、言ってて、聞いてる人もいるだろうし、ネットとかでも、ネットニュースとかでもね、よく PCR、最近ね、ほら、もう、コロナの関係でね、よくこの言葉はもう本当に今年の流行語じゃねえかっていうぐらいね、出てくる言葉だと思います。だけど、やっぱ内情って多分、これ受けた人じゃないとわからないんですよ。だから、今日この、まあ、動画をね、撮らせていただこうと思っております。あえて今回、BGM は敷かずに、これはもう大事なことなんで、ちゃんとお伝えしようと思います。はい。で、じゃあ、その PCR は何だということをちゃんとね、理解した上で、やっぱこのコロナ、ね、を知らないわけにいかないんで、やっぱこれは。これは大事なことだと思うんで、一応今回、お伝えしようと思います。よろしくお願いします。では、まず、この PCR 受けるまで何があったのかということ。ちょっと、ざっとおさらいですけど、こんなことがあったということで、まず、これはもう本当に内容ですね。何があって、こうなったかっていうことをちょっとね、お話をしながらちょっとね、やらせていただこうと思っております。まず5月2日ですね。まあ、先週の土曜日、その土曜日ですね。5月2日、夕方。もう、この日はね、結局もう早く帰らせていただくと。まあ、最近そうなんですよ。まあ、仕事も少ないし。そう。なんで、だからもう、そういう状態なんで、もう、最近ね、それこそ早めに上がらせていただいてまして、本来だったらこの日土曜日なんで10時間勤務なんだけど、もう最近ね、本当に仕事少ないんで、この日はもう夕方4時に帰らせていただいて、で、まあその近所の駅に着いてちょっと買い物しようと思って、ちょっとその行こうとしてたその道すがら、ちょっとなんか息苦しいなということを感じまして、これやばいんじゃないかって、思ったんですけど、僕はもともと、肺弱いんで、もう、たびたびね、息苦しく感じることってあったりするんです。でも、その都度、すぐ治ったりはしてんで、これもね、ただこれ、時間かかったんですよ、治るまで。おかしいなーって。なんだこれって、なって。で、まあ、ただ、買い物終わった頃にはもう、息苦しさ、多少ちょっと息苦しいけど、まあまあ、そんな、大丈夫だろうみたいな感じで思ってたんですよ。ただ、これがね、最近、ほんとさっきも言ったと思うんですけど、頻発してて、いつもに比べちょっとなんか、その周期がおかしいぐらいになったんですよ。で、まあ、それはすぐ治って、その次の日の、まあ、休み、その初日、深夜ですね。だから、として、まあ、最初寝落ちしたんですよ。寝落ちしてて起きたのが息苦しさで起きて、えって思ったんだけど、結局息苦しさがどん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 なんかおかしいぐらいに増してったんですね。で、まあ次の日の朝ね、まあ結局まあ寝れたんには寝れたけど、今日ね、3時間ぐらいしか寝た覚えなくて、これやばいんじゃないのと思って、ただその時はね、熱は平熱でした。35度9分って。僕、これは平熱なんで。まあ、でも、これは、ちょっと、いつもと様子違うなと、なんとなく自分で思ったんですよ。で、これ、保健所にそこで電話しまして、これちょっと後で詳細にちょっと感じたことあったんですけど、これは後でお話しますけど。まあ、電話しまして、で、この後ね、こうやって書いてますけど、保健所の車に乗って、まあその保健所の車がハイエースなんですけど、なんかもう急激になんかこう、救急車に、救急車スタイルのような、なんかなんか赤いなんかランプないけど、よく上に乗ってる赤いランプはないけど、なんかこう中身がね、いかにもこうなんか、なんだろう、ストレッチャーをこうなんか乗せれそうな感じになってて。そう。で、すごかったのがね、もう本当にね、なんだろう。こう、運転席とね、まあ、だから本当救急車みたいな、本当その話ですよ。運転席と、自分が座った座席、後部座席
が、本当にね、仕切られてんの。窓みたいなのついてて。一応声は聞こえんだけど、なんとか、なんとか声は聞こえんだけど、ただ、その、もう、本当はそういう感じ。自分が病人、まあ病人っていう扱いはされて、当然なことで、まあなってるから、まあしょうがない。こっからが本当にね、世界観ガラッと変わるから、本当これ、マジで。これ本当にね、お話しなきゃならないと思ったのはここなんですよ、本当に。こっから。うん。で、一応まあ、このハイエースに乗るんだけど、その間にね、実は一回体温測ってんですよ、僕。一回ね。そしたらね、一度上がってんの。微熱で。あ、これね、やばくないと思って。息苦しさはその時、なこと、全然言うほどなかったんだけど、ただ、微熱で、あ、これやばいな、と。思った状態に乗ってますから。そりゃね、まあ、そういう気持ちになりますよ、そりゃ。もう、あ、こういう感じなんだ、みたいな。で、だからそう、だからそれが、本当に、健常さっていうか、普通になんともない人が乗ったら、なんでこんな車乗んなきゃいけないのっていうから、本当そういう車なんで。本当に。で、それでだいたいこう1時間、1時間弱かな。まあ、結局これ乗ったのがだって、12時半頃で、まあ、それで、まあ、1時間弱ぐらいで着きまして、で、したら、この、市長さんですね、一応。言い方悪いけど、まあ、なんていうのかな。まあ、その、看護師長の名前ちょうがないよ。で、この方が、まあ、その、着くなり。で、もうね、すごいんだよ。緊張感すごいんだ、僕の時。自己紹介の何もなく、本当にもう、早く入れ的なところがあって。で、もう入るときに、そのドアノブ触ろうと思ったら、触らないでください、みたいな。ドアノブ、とりあえず開けてんの。一生懸命開けてんの。もう苦しそうだし、開けてんの。だけど、ドアノブ触るなって言われて。で、その後、案内された部屋が、もともとが、なんかその、まあ、これ、場所がね、医療センターなんで、ほんとに大きな、ね、総合病院のような、ものすごい大きなところでして。で、そしたら、もういろんな、カーのね、だからその、いろんなカーあるじゃん、そういうこと、治療機械いろいろあって、小児科の部屋に通されたんですよ。だからもう緊急の事態、だからもう部屋がもうないんですよ、人からもう。だからもう、密閉させなきゃいけないから、もう、だからもしこの人が本当に、キャリアだったら、そう、保険者だったら、ということを考えてやってるんですよ、絶対ね。んで、ただその部屋から、とりあえず出ないでくれって。もう、そういう説明を受けるんだよ、もう、本当に。まあ、もちろん向こうもだから、その気を使って、いや、その、別に、お気を悪くさせるようで申し訳ないんですけどって、もう言うけど、これは絶対言われるから、本当に。もう言われました、これ。で、その後に、まあ、その、1時半になりまして、その1時間、まあ、1時間弱揺られて着いて、1時半に、検温しました。で、検温したときに、ここからがすごかった、もう。もともとね、向こうの府省さん、うん、だからその看護師長さんは、特に、ちゃんとしたその防護具も何もなく、まあ、せいぜいマスクぐらい。普通のメガネ。なんですよ。この検温したとき、もう 37.6 あったんですよ。ほら、37度5分以上だったらまずいっていうルールあったじゃないですか。超えちゃったんですよ。ここで。で、看護師長さんが、ここで警視庁書いて、これは今日ちょっと PCR 受けますねっていう。もう、PCR しましょうねっていう。もう、その話になっちゃったんですね。で、とりあえず、まあ、ちょっと準備しますって言って、出てきたのが、で、出てきたその一回出てって、入ってきた時に、もともとなかった、ゴーグルと、その、だから医療用ゴーグルと、フェイスマスクしてきて、あ、これは、と。だってもう部屋から出るならこれだから。その、もう、フル装備。本当にそう。フル装備ですよ、本当に。もう、医療用の手袋を、なんか2週間かかんない、それぐらいやってるフル装備でやってきまして。で、そこで、だから、あれなんですよ、脈拍と、血中酸素濃度を、まあ、測るんですよ。うん。測りましたよ。まあ、脈拍でもね、多少乱れた気がするんですよ、あの時ね。いつもの感じじゃなかった。いつもだったら、だって180、100、まあ、言って110だけど、
最高の血圧130だったの。133とかだったんですよ。俺その時見て、あ、これやばいなと思ったもんって、37と6分だしね。で、その後に、PCR。これ本当にね、お伝えしたい。PCR ってね、みんなさ、ニュースでどう聞いてるか知らないけど、俺最初さ、鼻の穴の中になんか綿棒みたいなの入れるって聞いたのよ。違うから！全然違うからこれ。綿棒じゃねえ、あんなの、マジで。プラスチックの棒であんなの。マジで。まあ、ちょっと、まあ、もちろんしなるけど、それなりもちろん、体内入れるものしなるからね。だけど、またこのね、話が違うのが、喉までズボって入れんだよ。で、しかもね、鼻だけじゃないんだ。口の奥に、喉の粘膜、マジで狙ってくるからね。もう、グイ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 だね。でも、うわーってなる、ほんとにこれ。で、それで、もう一回入れるって、鼻に入れますって。もう本当にね、まるでね、いや、これあってことは知らないけど、フェンシングのフルーレだよ。フルーレの選手がグサって出してる感じ。もう、あれ痛かったよ、マジで。うん。で、その後ね、あ、これね、無知間違えて前後するんだけど、まあ、検尿したのさ、その後に。検尿して、その後に、また不祥さん来て、すいません、取り忘れましたって言われて、インフル用の PCR、え、マジかよと。また鼻までズボーだよ。おーほで、また。あれ、きつかったよ、マジで。で、その後、しばらく時間空くから、空いたの、本当に。で、ちょっと喉が空いたから、水飲みたかったのね。水、まあ、何でもいいかな。その、飲み物。で、ただ、何か用事あったら、なんか電話してくれっていう、その、まあ、PHS があって、コーヒーがあったんですよ。で、それで電話して、ちょっと、まあ、喉が空いたら、なんか飲みたいんだけど、なんか自販とかありますかって聞いたら、あ、ダメダメ、部屋が出てダメって言われて、私行きますんでって言われて、私行きますんでって言われたからね、もう。俺なんかやだなって。ほんとか、こういう やりとりやってるとね、なんで、だから、芸能人が謝ってるか分かってきた、本当に。なんか申し訳ない気になってくるの、これ、本当に。これもう。うん。で、まあ、水を買ってくるんだけど、その中、お金渡して、持ってくるの。で、それで、その後にね、まあ、水飲んで、少し飲んでから、しばらくしてから CT 撮りますよって言われて、CT スキャン撮りました。で、CT スキャン撮ってから、初めてそこで職場に電話したんですよ、私。で、それで、まあ、CT スキャンで、とりあえず、まあ、検査終了なんですね。やっと部屋から出られるんだけど、その時に、保険証をね、まあ、それこそ、初めて行くとこなんで、保険証を渡したのね。保険証を返されるときにね、ちゃんと袋に入ってました。で、とりあえず、まあ、脈拍血中濃度は CT の結果はすぐ出せると。いうことで、それまで待っててくれって言われて、結局待たされたのね。で、その後に、まあ一応これは結果が後で教えますけどね。で、一応まあそんな感じで、部屋から出られまして、これで警察終了ですよ。で、結果、お教えします。はい、陰性でした。陰性ですよ。だからこうやって喋れんだよ。そうなんですよ。陰性でした。はい。心配してくれた皆さん、申し訳ない。本当にこれはね。はい。っていうことで、ただ、こっから先なんですよ。まあ、陰性もそうだけど、だから何が言いたいかって、この後の、これ実は大事なお話をしたいんです、これ。言いたいこと。これです。これがほんと僕一番言いたいな、これ。で、保健所ってニュースでさ、だからそれこそもう電話出ないとかさ、みんな言ってんじゃないですか。で、多分だからちょっと悪くなっても我慢すると思うんですよ、そう聞いたらもう。だから多分これ、自分これぐらいだったらもう多分相手してくれないだろうな、とか、思うと思うんですよ。でもね、これはもう後でお伝えしますけど、これ本当に電話した方がいい、マジで。で、そう。だからこの1回目の電話で出たんですよ、これ、本当に。こんな早く出るみたいな。だから何回でも電話しなきゃいけないかと私思ってたから。だけど、出てくれたんですよ、1回目で。しかもだって、あの時もう祝日ですからね。だってもう、市単位じゃなくて、都道府県単位の団体しか動いてない状態で保健所がもう動いてくれたわけ。そう、これは。これありがたいよ、ほんと。運が良かったのか知らないけど。で、だからそれで、だからもうお伝えしたいのは、だからもう電話を遠慮するのは、遠慮じゃしちゃいけない、ほんとに。だって、ピンチになった時困るもん、これ。だって、どうにもならなくなる前に、
保健所に連絡した方が絶対いい。だって、ほら、ほんとこれ、一番いいじゃん。何もしないで死ぬか、とかさ、対策を講じてから死ぬか。これだと思うんですよ、絶対。うん。ほんとこれ、これ、これ。だからもう何もしないで死ぬ最低だよ、マジで。だって、せっかくね、生きてんだもん。っていうところも、そういうレベル。うん。自殺行為だから。場合によっては。で、さらに言いたいこと、これ。検査費用。これね、国が保証してんの、これ。そう。これびっくりしたわ。俺、本当に国信用してなかったからね。2万円くらい用意してたもん。金ないけど。だって CT とか取るかもしんないって最初言われたから、お金用意してくれって言われて、お金用意したんですよ。で、だから、CT 取るんだったらこれ、金かかっとるとみたいな。これ絶対金かかんじゃんと思って、で、7、8000円って。うん。で、ただこれ、アメリカとかだったら特に有名だけど、ほら、10割負担だよ、これ。これだって、3割負担ね、これだもん。俺、昔、別なあれで CT 撮ったけど、お金出して、あの時は7、8000円かかって、まあ、その、いろんな、あれ含めたけどね。だから、申し出が込みだけど、だから、多分5000円分、いや、わかんない。それ以上かな、CT って。かかるんですよ。だけど、これね、PCR じゃなかった、まあ、新型コロナのためだったら無料。そう名目であれば無料。保健所はね、だからね、自分で自費で行くぐらいだったら、保健所に電話した方が絶対いい。これはもう、早めにやった方がいい。ほんとこれ。じゃないと本当にやばいことあるから、マジで。ほっといたらダメだよ。もう、だからこれ見てる人ね、何かちょっと異常があったら絶対電話した方がいい、これ。今すぐでもね。そう。これやった方がいい、マジで。ほんとに。無料だもん。マジで。国が保証って言ってたら間違いない。無料。そう。PCR とか、だから、もう、新型コロナって聞いたらもう無料だから。絶対やった方がいい、これ。うん。なので、一応、私の言いたいことはこれで以上です。ね。だから、PCR はね、受けてみない。ありがとうございます。ので、これですよね。皆さん。これは、もし何かあったら絶対電話した方がいい。保健所に。その、最寄りの、地方の保健所。医者じゃなくて保健所。間違いなく保健所ね。これは本当に、口酸っぱく言うけど、本当それぐらい大事なことから。うん。それはぜひともね、皆さんやってください。以上です。まあ、とりあえず私は陰性でした。ありがとうございました。リーダー木村でした。